皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学方程式の3回目、今回は等式の性質、これを利用して方程式を解く方法を説明します。等式の性質は4つあります。前半で2つ、後半で2つ紹介します。まず1つ目です。 A イコール B ならば A たす C イコール B たす C、こういう性質です。 A と B という式、これがイコールで結んであったら、両辺に、つまり A と B に同じ数 C を足してもこの等式は成り立つこと、こういう性質です。括弧1、 A-3 イコール5、こういう式ですね。方程式を解くには左辺を X だけ残したいんですよね。でも見ると X-3 と X の後ろに-3、これがついています。この-3は邪魔なので消してあげたいんです。そのためにこの-3の後ろに+3、これを加えます。つまり X-3 の後ろに+3って書いてあるんですね。ただ片方だけじゃダメなので5にも+3と、こうなります。これで X-3+3 で3の部分が消えて X だけになりました。 X=5+3 は8と、ね、X の値が8、こう分かったんですね。これでこの方程式は解けました。2つ目です。括弧に X-7 イコールマイナス10と、この-7の部分が邪魔なので-7の後ろに+7を書きます。 X-7+7 イコールマイナス10、こちらにも+7、こうなりますね。そうするとこの7の部分が消えて X=-3 と、括弧に方程式の解は -3 と、このように方程式が解けました。2つ目です。 A イコール B ならば A-C イコール B-C と、先ほどと同じように A と B という式がイコールで結んだったら、その両辺 A と B から同じ数を引いても等式は成り立つと、こういう性質です。括弧3、 X+6 イコール10と、こちら側 X だけにしたいのでこの+6邪魔です。この+6を消すために X+6 の後ろに-6、こう書きます。両辺から同じ数を引かなくてはいけないので10-6と、こちらも6を引きます。そうするとこの6の部分が消えて X は4と、3番の方程式の解4でした。 X イコール4、ね、4番です。 X+2 はマイナス8と、この X+2 の+2邪魔なので X+2 の後ろに-2を付け加えます。両辺に同じことをするのでマイナス8-2と、こうなって X はマイナス10と、4番の方程式の解マイナス10、ね、このように方程式が解けました。では3つ目に移ります。A イコール B ならば AC イコール BC、 この意味は A という式と B という式イコールで結んであったら、その両方に同じ数をかけても等式は成り立つと、こういう性質です。括弧5、 2分の 1X イコール4、この X の係数が分数になっている場合、この分数の部分を消すために分数の分母、この場合は2分の1ですから分母の数は2ですね。この2を両辺にかけます。つまり2分の 1x かける2イコール4にも2をかけて 4×2 と、こうします。
ここの2と2、約分できますよね。両方とも1になっちゃうので、x は8と。このように方程式が解けました。カッコ6、3分の x イコールマイナス2ですね。分母3ですから、両辺に3を書きます。つまり、3分の x かける3イコール、このマイナス2にも3を書けますね。で、ここの部分、約分できます。約分すると1になりますね。で、x はマイナス2かける3はマイナス6ですから、x イコールマイナス6というのが、この方程式の解です。では、最後、4つ目です。a イコール b ならば、c 分の a イコール c 分の b と、こういう性質です。a という式と b という式がイコールで結んであったら、じゃあ c 分の a、c 分の b、意味、思い出せますか？これ分数の形って割り算をしているという意味でしたね。ですから a と b 両方を同じ数 c で割ってあげても、この等式は成り立つ、こういうことです。括弧7、 4x イコール20と、この場合 x の前の係数を見ます。係数は4です。ですからこの係数で両辺を割れば、この4は消えますよね。ですからこれ4分のと、わざわざこの形を書かないで、この式の下にもうすぐこう書いちゃってください。4分の 4x は4分の20と、こうなりますよね。計算するとこうなります。でちょうど消えます。ですから答えは x イコール5と。方程式の解は x イコール5です。括弧8番、マイナス 3x イコール21、 x の係数負の数になっています。でも考え方は同じです。 x の係数で割るんですね。 x の係数はマイナス3ですから、この両辺をマイナス3で割ります。ですからマイナス3分のマイナス 3x イコールマイナス3分の21と、こちらは21割るマイナス3を計算したと思ってください。とここで約分しますね。で約分してこうなります。ですから x イコール、この時には符号気をつけてください。ここにマイナス3であっているので、答えは負の数になるのでマイナス7と、こうなります。 x イコールマイナス7、これが8番の方程式の解ということです。今回は等式の性質4つを使って方程式を解く方法、これを説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。